シェリーのお風呂場。もうでもこうイチャイチャが始まったら、うん、私結構早めにねおっぱい触ってって言っちゃう。言うんだ、触ってって。そうなってくるとバビタンの今まで一番やばかった、うん、その向こうがなんかこう持ち込む、そのベッドに誘おうとしてる時に、はいはいはい、一番自分的にいやそれないなっていう誘い方ってありました。最悪なのはめちゃめちゃあるよ。え、めちゃめちゃある、めちゃめちゃある、ちょうだい。どこまでなの。確かにさ、どうしよう、ラブホテル前集合とかもあるし、すごいスポーツ。いや出会ってもいいと思うけどね。お互いがそういうつもりならそれでいいけど。いやでもその時は私はまだウブだったから、うん、ちょっとなんか期待してたの。そんなスポーツとかじゃなくて、うん、付き合うかもとか。ああそうかそうか。あのね、あれは未だに何のことだったか分かんないんだけど、うん、後ろからガッて捕まえて3回転ぐらいしたっていうのがそれ遊びで分かんない。でも最中よ、すごい最中、最中、めちゃめちゃ最中でグッてやりながらグラ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 3回転ぐらいしたの。屈強な方だったんでしょうね。屈強な方だった。うん、そう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 。それはさすがに笑っちゃった。その後どうしたの。回されました。入って置いた時に、え？じゃあ一番最高だったなのか、はい、キュンときたか、盛り上がったなのか、なんか。キュンときた。そうだね、海外の人とか海外とかになっちゃうかもしんないな。すごいよね、うん、これをさ彼はどんな気持ちで見るんだパートナーの方ね。そうだ、あのバビタン結婚おめでとうございます。今今言う夫さん見てますか、まあね、本当だよね、絶対見ると思いますよいろんなセックス遍歴聞いちゃってます。いやなんかね、ずっとねいたせなかったんですよ。私たちは付き合うまでしないというスタンスで、彼が。へえ、それはでも結構なんか変化球だったんじゃないですか、はい、そうだから私心揺らいじゃったの、すごい多分ね、させてくれないのみたいな感じに なっちゃいましたね。へえ、まあ、そんな話は別にどうでもいいから、どうでもよくない、めっちゃ聞きたい。そうでしたよ、もうしっかりと清純な清い交際をしましたね、珍しく。へ、うん、じゃあもうようやくつながれた時はじゃあもう、うん、あもうそれはうひょうでしたね。私はねすっごい責めちゃったよ私は待ってたからね。待ってたものだって。待ってたもんね。すごい待ってたからね。我慢してたからさ、ずっと。そうやってちゃんと、はい、結ばれました。へえ。その海外の人の話聞いていいですか？海外の人ね。気になる。何がなのか。すごくそれまでは早くって、まあ、結ばれて、うん、終わった後にティッシュを取りに行くという後ろ姿ね。はいはい、その時に片言で少々お待ちください。かわいい時がすごいキュンってしちゃった。それは本当にあーってなんかすごい、とってもで日本の人は終わったらあんまり女性に海外しかしないことも多かったの今まで。だけどすごい海外しくね、ティッシュ少々お待ちくださいって持ってきてくれて、すごい海外しくこう綺麗にこうトントンしてくれたりとか、うんうん、優しくこうしてくれたのキュンとしちゃった。あー、うん、このねするまでも大事だけど、そうした後も大事、ケアというかね、そう、あ、そっか、こんなに大切にしてくれるんだみたいなのが。でもベッドに誘うとしたら、うん、まあ総括で言うと、まず太もも触っていい、鼠径部触っていい、おっぱい触ってくれる、チンポコ触っていい、この順番でいいんじゃないですか分かんない人はね、うん、分かんなければ、ハウトゥモンをもしバビさんで出すとしたら、うんうんうん、そうそうそう、じゃあちょっと一個一個出すんで、順番にベッドへの誘い方、うん、バビタンの正解です、うん、はい、太もも触っていい、鼠径部触っていい、おっぱい触ってくれる、チンポコ触っていい、この順番じゃないですかねありがとうございます、うん、これはね、いろんな人のパターンちょっとこう集めてこうそうね、なんかバビタンが特殊すぎていろんな人に聞かなきゃダメだなってちょっと今日は私反省しましたそうだね、特殊だね、うん、ただこの、まあ、シリーズ化するとしたら記念すべき第1回目がバビタンで、うんうん、本当に良かったなって私本当にそう思ってますちょっと待って、私今アクティブすぎるバージョンだったかもしれないから受け身バージョン。あーいいですね、いろんな人がいるからね。じゃベッドへの誘い方、バビタンの場合、うん、
で OK。 これで OK じゃない？そうそう、今私出産シーンだと思って見てたんですけど急になんか踏んだり出すから本当赤ちゃん産むのかなと思って見てたんですけど、今のは受け身のベッドの誘い方、うん、受け身バージョン、バビタンの場合です、場合、そうあ、でもこれでいけると思うな、ゆずりちゃんもね、もうこれで大丈夫ですね。どうですか、そのなんかこうある誘い方、いえベッドへの誘い方は私はちょっとずるいから、やっぱりはっきりは誘わず、そのさっき言ったボディタッチとか、なんか普段触らない部位を触ったらなんかいける感じします、はいはいはい、なんか腕とかってコミュニケーションの中であるじゃないですか、うん、けどなんかこうこの辺とかあんま触らない、友達とかだったらなんかこうないけど、うん、キスしてる時になんかこうちょっとこういうとこを触ってみるとか、なんかこう普段触らないところにちょっと入ってみましたけどどうですかみたいな、ちょっと侵入してもう嫌じゃないですか、うん、どうですかみたいな、ここら辺サッサッされたらもう元気になっちゃうよね、なんか元気になるか分かんないけど、うん、なんかもうちょっとその気あるかなこの人みたいな感じが伝わるかなと思って、だから最終的に押し倒すことはないけど、もし押し倒したくなったら割といいよ、うん、みたいな感じを出すかな。そのさ、声が変わるのはいつなの？声が変わる、うん、ちょっと甘い声になるのはいつなの？甘い声ね、なるかな、ずっと変わらない？え、考えたことなかった、声ベッドに入ってはい、いいよ、服脱いで、はい、みたいな、ないね、確かに確かにモードとか声がさ、変わる、いや、多分もう2人で食事してる時点でトーンダウンは、そっか、そうだよね、え、だってこれで来られたら誰も押し倒さないでしょそうね、そうね、そうねっていうのもおかしいけど飲んでる時からスイッチは入ってるよね。そう、ちょっとところどころで自分なりの女っぽさを出すようにはしてるかな。なんだろう、それが結果的にベッドへの誘い方にはなってないけど、言ったことにやたら笑うとか、あなんか受け入れてますよあなたを、そう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 、あなためっちゃ私響いてるみたいな感じを出すっていう感じかな。いいねいいねいいね、すごいアヒルちゃんたちに刺さる。どうだろうか、割とバビタンは自分から攻めるじゃない、うん、聞いてみるって、ダメだった時にどんな風に空気変えるのか、一瞬は気まずいじゃん、あやめとこうってなった時に、いや今日はちょっとごめんってなった時に、付き合ってたらもちろん、いや今日やめとこうはもちろんうんうんうんってもちろんなるけど、うんうん、そのワンナイトでね、今日しましょうという気で集いましたよねみたいな時は、正直うわーってめちゃめちゃショックはでかい、だからそんな余裕ないかも、場を取り繕うとか、うんうんうんってなるよ、うんうんうん、だけどその場にそうなったらさっと解散することの方が多いんじゃないかな、お互いで、うんうん、お互いまたねみたいな感じでさっと解散するかな、うんうん、まあそこはあんまり取り繕わないかも、うんうんうん、まあしたくなかったんならしょうがないけどね、しようと思って集ったのに、まあ、しなかったらじゃあ解散ねっていう、確かにまあそれが目的だからね、うん、なるほどね、解散、うん、私結構夜道さっとタクシー乗るのうまいからあれってうまい下手ありましたっけもうね、だいぶ前に OK 出てるの。あ、そうなのねこれ、またやりましょう、うんうん、なんか、これ、なんか伝えるものあったかな、あ、ひるちゃんのためになったかな、いやいや、いやいや、私はすごい楽しかったです、楽しかった、笑われたすごい楽しかったですよね、うん、あ、ひるちゃんの参考にはならないよね、そうなのよ、ごめんね、ならない、今回ならないけど今回ちょっとこれと言って、うん、すごいいい情報あったかなっていう心配はあるんですけど、もっと必要でね、そうそうそう、細かい段階がね、ちょっとそれまたやりたいですね、そうですね、うん、そう、確かに、あれかも、甘い声になる瞬間がないのかも、わかる、そうかも、ちょっとその時までに考えておきます、なんか意識的に今だっていうのを探しておきます、うん、今後もぜひあのチャンネル同士仲良くしましょう、はい、あのシェリーのお風呂場と、うん、バービーチャンネル、バービーチャンネル、はい、バービーチャンネルの方もぜひ皆さん登録をお願いします、はい、お願いします、そして今日のね動画もいいねとかしてくれたら嬉しいです、ということでバービーちゃんどうもありがとうございました、ありがとうございました、いいねいいねはい、OK です、楽しい、簡単、ありがとうございました、めちゃくちゃ汗かいて